アーマイナスにロイ・ファルク航空ショーでデモフライトを行うアーマイナスにロイ・ファルクアーマイナスにロイ・ファルクは南アフリカ共和国のアトラス社が開発した南アフリカ共和国発の国産攻撃ヘリコプターであるロイ・ファルクとはアフリカアンス語で赤い超原坊もしくははやぶさを意味しアフリカアンス語の発音をカタカナ転化したものとしてはロイ・ホックがより近い 日本では、ルイ・バルクの英語読みから、ロイ・バルクもしくは、ロイ・バルクといった表記も見られる。長らくアパルト兵頭を取っていた南アフリカは、国際避難を浴びて1977年11月以降、世界中の国々から兵器の輸出を拒否され、海外からの兵器調達が不可能となっていた。このため、攻撃ヘリコプターも自国開発を迫られることとなり、 1981年にフランスアイロスパシアル製 SA316RET3 の駆動系を流用した研究機 XH-1α を開発。この機体は純粋な技術研究機ではあったが機種下部に 20mm 機関砲が搭載されていた。XH-1 で得られた技術データをもとにアトラス社はオリックスの駆動系を流用した。 試作機、X、XH-2 を開発。1990年に初飛行し、1993年10月に、南アフリカ空軍が4機を技術試験機として、発注。1994年3月に量産機12機の、発注を発表した。量産初号機は1999年に1月に、引き渡され、2007年の時点で11機が配備、されている。 製造元のデネル社では、ローイ・ファルクの海外輸出も計画しており、海外の航空省やトレード省に出品して、セールスを行っているが、海外顧客は獲得できていない。2001年に、デネル社と WZ-10 の開発で、協力していた中華人民共和国が一機のみの購入を希望するも、デネル社が、その意図を疑って拒否したと報じられている。 2015年5月5日、改良型のロイファルク2の開発を検討していることが、スジェーンズより報じられた。デネルは2016年の年次報告書において、現在のロイファルクマーク1回ベースラインのアップグレードと、ロイファルクマーク2の現地及び、輸出市場の両方の発展を知らせるために、陳腐化とサポート性の調査を委託されていると述べている。 国連軍強制介入旅団の r 2メインローターブレードは4枚、テールローターブレードは5枚とされ、ビブには固定式の水平安定板がある。攻撃ヘリコプターとしては、標準的な操縦席配列である前後式で、前席に副操縦主権射撃手、後席に操縦士が登場する。前後席には、それぞれカラー多機能表示装置が装備されており、照明などは、 暗視ゴーグル対応型とされている。機種部の最前部には、目標探知、補足、追跡システムを搭載し、これは、前方監視赤外線、抵抗量 DB、カメラ、レーザー測距装置で構成されている。また、自己防御用機材として、レーザー、レーダー警戒装置、赤外線、レーダー妨害装置、チャフ、フレアディスペンサーが、胴体から突き出た。 スタブウィングに装備可能である。ありがとうございます。